1段目を作っていきます。二重の輪っかを作って、中に輪の中にかぎ針を入れて3目鎖編みを編みます。であとは輪の中にかぎ針を入れながら長編みをあと11目入れていきます。12目編んだら輪を引き締めていきます。編み地を押さえて糸端を引っ張ると、縮んでいく方、こっちですね、これを先に輪を縮めていきます。で最後に糸端の方を縮めます。で最初の鎖目3目の立ち上がりの目に針を入れて引き抜きます。で糸を変えて花びらを編んでいきます。はい、では花びらは糸を変えて、どこでもいいので鎖目じゃなくて長編みの間に針を入れて鎖3目立ち上がりで長編みの途中までのを作ります。で今3本針にかかっているので、それを一気に引き抜きます。で鎖を2目、で次のこの間ですね、長編みと長編みの間に針を入れて長編みの途中までを3つ作っていきます。この時に少し伸ばしておいて、ここの距離があった方が可愛い花びらになるので、こうなってきますね。で2目鎖目、同じように花びらを12回、この長編み3目の玉編みと言いますが、これを12個作っていきます。はい、玉編みが12個できたら鎖編みを2目して、最初の玉編みの鎖目に針を入れて引き抜きます。3段目を編んでいきます。3段目もこの間を取っていくので、かぎ針を入れて鎖3目で長編みの途中までをあと2つ編んで一気に引き抜きます。で今度は鎖編み3目していきます。間に針を入れて長編みの途中までを3回一気に引き抜いて鎖を3目、12個編めましたので、鎖編みを3目編んで最初の玉編みに針を入れて引き抜きます。こうなりました。はい、では4段目でグラニースクエアの編み方でしていきます。鎖3目を編んで長編みを2目、次もやって、ここですね、前の段の玉編み3目
がこの一辺ずつにこうなるなっていくので、この角は長編みを3目編んだものを2つ入れます。で鎖を1つ同じところに針を入れて長編み3目を入れていくと、ここがこう角になっていきます。はい、1,2,3,4 段目が編めました。こうなりますね。でこの四角にしていくとグラニースクエアとまたあのつないでいけますので、ぜひこのお花みたいな丸いのも編んでみてください。ありがとうございました。6枚つなぎ合わせましたので、縁編みのピコット編みで縁編みをしたいと思います。長編みの目に針を入れて引き抜きます。立ち上がりの1目鎖編みを編んで、同じところに針を入れて細編みをしていきます。1,2,3で、この間のところの目ですね、ここにピコットを入れていきます。細編みを1目して鎖を3目、でこの細編みの根元のところ、ここに針を入れてもう一本こことここに入れる感じ、見えるかな、で引き抜きます。で次の長編みの頭に鎖目、あ、細編みを入れて、ここの間のところに細編みをして鎖を3個、でこのここ2本通して引き抜きます。でモチーフのつなぎ目のところはちょうどつないだところ、ここに針を入れて細編みを1目編みます。で鎖編みを3目でピコットを編みます。引き抜きます。であとは長編みの頭に目を入れてピコットをしていきます。で1周ぐるりと編んだらおしまいです。Thank you.